けねえ。くそ、まだ左目の動力がさせるか。リン、今度はあの世でここに置いていくよ。これはカンウィ。カカシ、お前は当分こっちにいろ。どうしてだ。なぜ役にも立たない俺のために。そんなことより敵に注意しろ、カカシ。そんなことをしても無駄だ、ナルト。どっちつかずのクズだがな。そいつは一人、何も残らない。失敗だらけの間抜けか。ねえ、さっきそうだな。この世の因果を断ち切る。お前が誰だ。ウチハマだろ。我々が協力すればそのやり方を知ることができる。何やった。お前にはせいぜい役に立ってもらうとしよう。湊先生、お前の言う通り、罪人の俺にふさわしい最後だ。ナルト、今度は俺が陽動をかける。こっちへ来い。クソクソクソ。もういい。ありがとうな、ナルト。俺はお前と戦って何か目が覚めたような気がした。俺はてめえみてえにはならねえ。俺がなりてえのはほかげだ。そうまでしてなぜ戦う。まっすぐ自分の言葉は曲げねえ。まるでな、お前を見ていると昔の自分を見ているようで、今の自分を後悔した。それを思い出させたからだろう。そんなものを俺が必ず終わらせてやる、リン。俺は、それは上層部の決定だよ、オビト。お前が次のほかげに決まった。頑張れよ。気がめいるな。来る日も来る日も書類書類。うひ、今日まで里を支えてきたみんなの力があってこそだ。いつかリンに話せるといいな。あ、その想像するだけで心の穴が埋まっていく気がしたよ。最後だからか、俺は何をペラペラと。オビトは火影になるって私に約束した。あなたを救うことは世界を救うのと同じなんでしょ。うん、行こう。お前にはこれからまだ多くの苦しみがあるだろう、ナルト。お前は必ず火影になれ。ああ、裏切り者の虫けらがやっと死んだか。オビト、笑うな。木陰になろうとしたオビトは俺にはかっこよくしか見えねえよ。ここに来るまでいろいろあってよ。ずっと見てたんだよ。行こ。大した力もないくせにまた残されたということか。体の右側はほとんど潰れちまって感覚すら。ねえ、里の奴らがなんて言おうと、お前は立派な証人だ。リン、これはカムイ。おいと、お前、カカシ、
お前は当分こっちにいろ。なぜだ、オビト。俺は何のために。参ったよな。いきなりカッコ悪いとこ見せちまって。リン、もう少しだけ待ってくれないか。今度は誰を助けたいの？カカシだ。それに、あいつが何もできないで畑に突っ立ってる。ここで待ってる。悪いな、リン。すぐ戻ってくっからな。お前、つっても、もうこの世で目覚めることもないんだが。そもそも、阿国にまで轟かせた自分の有名を忘れちゃいないだろ。シャリンガンのカカシって名を。先方、超美獣、螺旋手裏剣。さっきのナルトの攻撃に美獣どもがこうして分離しかかっているんじゃないのか。サスケ、お前の道術でサクラちゃんを。オビト、ありがとう。お前も一緒に見ていてくれ。今度こそあいつらを、世界を守る。大集結。この力、オビトの車輪が、はあ、サスケのようにすげえ。新たな空間の始まりだ。俺の後ろのと同じ弾だ。大きさが違いすぎるだろ。あれを止めるには本体のウサギババアを今すぐ封印するしかねえってことだ。集まれ、作戦を伝える。俺たちで世界を救うぞ。俺が相手だ、この野郎。途中まで連れて行け。あとは飛ぶ。おい、早い。やはりいい能力だな、オビト。すり抜けるのはカムイライキン。カムイ。まずい、それはダメだ。私だっているんだ。同じ女ならバカにしないで。うん、いい絵だ。今のお前らは大好きだ。やりよったか。あとはお前たちを連れ戻すだけだ。やっと出られた、クルマ。やるな、お前の人中力は。こっちだ。また次の母復活へ向け。え、今までずっと影に隠れてこそこそしてたお前のことだって。わしゃ死ねえよ。俺はいろんな忍者から忍びってのが何なのか教えてもらった。みんなの生き様が、死に様が俺に教えてくれたんだ。勘違いしてんじゃねえってばよ。まだ大きくなってる。まるで月のようだな。
地寄せの術。おかえり、ナルト。王女。歴代の五影に協力してもらうよう、わしが浄土から呼んだのだ。よくぞ世界を救ってくれた。どうやらよ、うまくいったようじゃねえのよ。死んどる間に忍びの世界も大変なことになっとるな。お前が畑かかしだな。よくぞ皆を導き、母を封印してくれた。これこそ神の御業よの。お前は迷いながらもナルトたちの死でオビトの友であり続けた。でなければおそらく母は止められなかったであろう。だがこれこそわしが思い描いたもの。美獣たちすら自ら協力したくなる、そういう忍びが現れたのだからな。そろそろ行く。そうか、俺は忍びの世界をむちゃくちゃにしてしまった。今さら何を言って去っていったらいいのかもわからない。ありがとな、カカシ。じゃあな、もう行くよ。ありがとうな、オビト。カカシ先生、カカシ先生、目が。ああ、シャリンガンのカカシも今日で終わりだ。柱も。うん、俺たちの生きてる間にできることは知れてる。だから託していかねばな。先の者がやってくれる。それが正しいのかもしれん。俺の夢はついえた。後ろに立たれるのが嫌いだったからな。今ならただ戦友として酒を酌み交わせる。戦友、それなら頃合いだな。五影たちも江戸天聖たちもわしが下実する。父ちゃん。そうだ、言っとかなきゃなって思ってたんだ。誕生日おめでとう。本当に立派になったね、ナルト。うん、サンキュー。お別れだ。クシナにいろいろ伝えておくよ。あっちで母ちゃんにも伝えてくれ。俺のことは全然心配なんかすんなって。しっかりやってんだって。全部しっかり伝えておくよ。